はい、トミユタです、今回はですね、まず登録者が1万人やっていきました。いやー、ありがとうございます。本当にもう皆さんのおかげでね、ようやく1万人というね、まあ霧のいいね登録者数字までなんとか行きました。まあちょっとね、あのペースで言うとかなり遅い部類には入ると思うんですけど、まあ自分なりにマイペースでね、ちょっとこれからもやっていきたいなという感じなんですけれども、今回はちょっとあの1万人登録記念っていう感じで、ちょっと僕の過去の愛車とか、ちょっと昔のね僕をちょっとお見せしていこうかなという感じでお送りしていきます。はい、ちょっとね、イメージダウンにつながりかねないから、ちょっとどうしようかなと思ったんだけど、行っちゃいましょう。はい。はい。でね、まず車なんですけど、今、WRX 乗ってるのが、まあ4代目で、まず一番最初の車はこちら。オデッセイの RA6 だったかな、の方です。で、こちら、まあ、なんだろう。結構友達も多くて、一緒にこう出かけることも多かったんで、あのみんな乗れるような車をちょっと買おうかなっていう感じで、まあワゴンももともと好きだったんで、っていう感じでこの車にしたんですけど、で、もう早速あのフォグとか変えて、ちょっと若い時あるあるで、こうなんかフォグの色をね、あのちょっと青っぽくしたりなんかしちゃって、そういう感じでちょっと若気の至りでいるんですけど、でね、そうだね、でこうこれ友達と一緒に洗車してるところとかで、あとは室内はね、こんなハンドルカバーなんかねつけちゃってね、ちょっとね若さがにじみ出てるんですけど、まだこれ18ぐらいかな、免許取り立てでもすぐ車買ったんで、まあこんな感じになってるんですけど、で、そう。で、この時の、あの、友達と一緒に写ってる時の写真とかもあるんですけど、まあ、見た目が若い。なんか、自分ではそういう、あの、そんな意識ないんですけど、なんか、こう見せると、なんかみんなギャル男だね、みたいな。なんかギャル男だとは思ってないんですけど、自分で。こういう感じで。で、他のこういう、プリクラとかね、あの、もう大体若い時はずっと茶髪金髪だったんで、もうその昔の俺を知ってる人はもうこの金髪のイメージしかない、多分みんな学生の頃の俺を知ってる人はもう金髪のイメージしか多分ないです。で、友達と一緒にこう出かけてる時の写真で、金髪にしたばっかりの時のこの写真と、これも友達とふざけて写真撮ってるやつっていう感じで、いろいろあります。はい。で、その時、この時バイクも持ってて、もともと車撮る前ずっとバイクが好きでバイクばっかりいじってたんですけど、バイクがね、この2台一緒に写ってるんですけど、もう一台がフォルツァで、これが友達のなんですけど、ビビットパワーの元デモカーかなんかかな。写真多分、あの、エアロのホームページに使われてる車両なんですけど、で、これ一緒によくね、いじってたね、自分たちで昔。で、そう、これタイヤ交換も自分でやったりとか、あと雑誌も、あの、カスタムスクーター、カススクにも、その、乗ってて、これとか、あともう一回二回乗ってるんですけど、計もう一個これとっていう感じでやってましたね。で、あとこの LED、 これもう一台も友達のね、ピンクの LED で、友達のなんですけど、これ今 PCX 僕乗ってるんですけど、その前アドレスの125乗ってて、 V125 かワンツーね乗り回してて、そっちもなかなかいじってて、めちゃくちゃケツ上げしてロンホイして、もうスピーカーも4発ぐらいぶち込んで、
爆音で走ってました。若気の至りが、ひどいんですけど、そんな感じで、走ってましたね。はい。うん。そんな感じで。あと、この写真、友達ん家行くと、絶対友達ん家のぬいぐるみの尻尾の先っちょで、鼻をほじるという、ようなこともやってました。はい。それが、まあ、一代目かな、ですね。で、二代目もまたオデッセイ買ったんですよ。この、二台一緒に写ってると思うんですけど。これが納車したての時ですね。はい。で、二代目のオデッセイは、こちら RB3 の、アブソリュートの、まあ一番いいグレードですよね。はい。に乗り換えました。やっぱりこう、ステーションワゴンが好きで、ちょっと、こういう形の車を、ステージやと迷ったんだけど、まあオデッセイにしました。その時は。はい。で、その頃から、ちょっとまあ、前のオデッセイの時は、ずっとバイトをやってて、フリーターみたいな感じでずっと働いてて、まあ朝まで麻雀やったりとか、そう、マジクズみたいな生活をしてたんですけど、まあその、まあそこで仕事を変えて、オデッセイも、RB3 を買ったんですけど、まあその頃からだんだんこう、ちょっと変わってきて、まあ、まずね、髪色を黒にしたんですよ。これが前のバイトを辞める時の写真なんですけど、もう、黒髪にして、だんだんこう、ね、変わってきて、まあこんなふざけた画像もあるんですけど、で、そうね。この頃からまあ大体こういう感じの風に変わってきました。で、そうだね。で、そう、これ納車してすぐにコーティングするのに、カン君家で、皆さんご存知、たびたび出てくる友達カン君家で、コーティングしたりして、こう、記念に写真を撮って。カン君昔から、外車好きで外車乗ってて、まあ、ずっとワーゲンなんですけど、もう3、4台乗ってんじゃないかな、ゴルフを。ぐらい乗ってて。で、この写真はカン君がすごいカメラ得意で、オデッセイの写真をこう、いっぱい撮りに行って、撮ってもらってたんですけど。で、あとはまあ、室内もこんな感じで、なんか初音ミクみたいなのがいるんですけど、この頃アニメとかそっち系がちょっとブームでハマってましたね。はい。だとこのテールがワンオフテールで LED でしたね。はい。で、そう、これ前期です、オデッセイは。だと毒キノコに変えて、キノコね。で、あと加速動画なんかもあるんですけど、こんな感じで。で、音がね、すごいっすよね。はい。この頃から毒キノコは好きでした。で、あと、この頃オーディオも結構気に入ってて、オーディオも結構いろいろやって変えてました。はい。で、そう、この頃からだんだんこの、もともと走り屋系じゃなかったんですけど、カン君の影響で、こういろいろ走りに行ってたせいで、走るのが、そういう方に、だからもともとこう、VIP 系の車とかが好きだったんですけど、もう走り屋の方に方向転換してきちゃって、ちょっとオデッセイで走りに行き始めてた頃なんですけど、なんとね、やってしまいましたよ、本当に。やっちまいましたね。はい。まさか。ちょっと、ちょうど路面が悪くて、なんかプッシュアンダーみたいな感じで、ちょっとね、突っ込んでしまいました。はい。ちょっとね、
炎上してしまいそうなんですけど、もうちょっとね、やってしまった過去を晒してしまいます。はい。という感じで、そんな過去もあります。はい。あ、そう。で、言い忘れてたんですけど、このオデッセイ乗ってた頃、どのぐらい前だろう。5年、20とか21ぐらいで乗ってたの。19ぐらいで買ったんだけど、そうだね。もう結構前だね。で、もうその頃から、オデッセイでまず爪折りをもうすでにやってました。自分でこういじるのが好きというか、もう自分でやっちゃおうみたいな感じの精神でやってたんで、バイクも車も。爪折りもやってました。はい。で、もうそこからやっぱり、そのもう走る車を買おうっていう感じで、その時にダバラレックスを買おうかなって思ってたんですけど、まだその時にちょっとその時はまだちょっと買える状況じゃなかったんで、とりあえずミッションの車でちょっと走れるような車欲しくて、たまたま先輩が CPV35 スカイラインクーペを手放すっていうので、まあそこでね一括で買って乗ってました、こちらを。で、そうね、タイヤとホイールだけ買いました。もう次ダブル RX とか、それかシビックの FD2 とかが欲しくて買おうと思ってて、とりあえずつなぎで買ったんで、もういじることなくタイヤとホイールだけは変えたんですけど、そこだけ変えてずっと乗ってましたね。で、まあマニュアルなんで、こう練習にいいかなっていう感じで。で、 V6 エンジン好きで、その時 V935 が特にいい音するじゃないですか。で、好きで気に入ってたんで、まあ乗ってて、で、こんな感じでクラッチもね、早速滑っちゃいましたね。多分もともと消耗してたんだとは思うんですけど、まあクラッチの修理やなんやらでまたお金かかって、だとその後スカイラインクーペでサーキットデビューをしました。その時に、そこから俺のサーキット生活は始まりました。その頃から。で、日光サーキットが初めてのデビューで、その時当時もうほとんどもう死んだ足に、もうオープンデフじゃん、純正デフで、で、タイヤだけだね、ほんと変えて走ったの。595 RSR かな、フェデラルの。で、R1R と、ちょっと銘柄前後で違うんですけど、265と285か。にして、43秒旧日光でね、コースは。43秒フラットだか、44秒フラットだか、その辺で走ってましたね。普通ぐらいのタイムかなっていう感じです。はい。で、あとはこちらの富士坪の純正オプションマフラーだったかな、このちょっと音を聞いてください、加速音を。ですよね。はい。で、こちらもちょっと直感みたいな感じの時のもあって、こんな爆音の時もあったんですけど、
な感じの音の時もありました。はいはい、そんな感じでスカイラインの方は1年ぐらい乗りました。でその後にダブル RX をね買いました。ちょうど後期が出るぐらいの頃で、なんか後期出たばっかの時は前期の方がかっこいいかっこいいって言ってて前期を買おうとしてたんですけど、もうないって言われて、でまあ後期買ったんですけど、まあ今となってはまあ後期でまあよかった、うん、まあよかった、まあどっちでも、いいな。あ、まあでも、あのメーターの色とか白いのは気に入ってるんで、まあ後期でよかったかなとは思ってるんですけど、で、納車の時がこんな感じなんですけど、で、納車1週間後ぐらいに雪が降って、もう四駆だから平気だろみたいな感じで走ってたら、もうこんな感じで、あの、なんか、滑ってフェンスみたいなところに、まあコツンぐらいでね、そんなバーンって言ってないけど、コツンみたいな感じで行って、早速やりました。もうしょっぱなで。はい。やっちゃいましたね。っていう感じですね。はい。そんな感じです。あと、こちらの画像ですけど、2、3年ぐらい前ですね。あの、ちょっと体を鍛えてた時、今、まあ、たまに筋トレしてるんですけど、あの、今もこの時80キロぐらいなんですけど、今もう95キロぐらいまで太ってきちゃってるんで、もうこんなに、こんな見た目じゃない、今もうブヨブヨなんですけど、こんな感じに、こんな感じでしたね。はい。という感じで、今回はね、ちょっと1万人登録記念っていう感じで、あの、過去の愛車遍歴と、過去の僕をちょっと紹介しましたっていう感じで、これからも皆さんよろしくお願いしますっていう感じで、今回は以上です。はい。